じゃあですね、エビを置いてみますね。こんな感じですかね。これのヘビの長さがこれ80センチくらいですね。なんかすごいでしょ。これね、こういう感じになってるんですよ。これゴムじゃないんだけど、で持って歩くのはこのヘビの模型と、これ、はい、熊よけのガススプレー缶ですか、はい、よいしょ、これこんな感じですかね。撃退スプレー、これ一応日本は必ず持っていきますね。これがないと最低限ちょっと釣りには行きません。今とにかくクマが多くてね、もう私の若い時には考えられないですね、釣りに行くのも命がけです、まあ、そんなことで皆さん本当に注意をしてください。